ラベラになるまで飲もうね。乾杯。一瞬で終わっちゃう。映えれない映えれない。これは新しい新しい新しい、新しいって何。ゼロイチ浴衣で農業センサー、イエーイ。そして今日は珍しいゲスト、ゲストじゃないタレントが来てくれてます。はい、ババババン B 青色担当、福岡県出身みおちことみなとみおです。今日は港だけに港美代が遊びに来てみました。いらっしゃい。はい、そういうこと。はい、港だけに今日はいっぱい頑張ろうと思います。今回お世話になるのは東海汽船さんの農業船となっております。でかいの、でかいの、ね、でかいの、ね、すごい、600人ぐらい、すごい。コロナ前はもう浴衣の男女のデートスポットとして有名だったらしい。そうなんだ。女6人だけど。今回ですね、浴衣のレンタルをしていただいて、おお、浴衣を着れます。イエーイ。浴衣だけだけど、なんかめちゃくちゃ多くない？すごい、めちゃくちゃ多い。選べないよ逆に。なんか可愛い。めっちゃ多い。いっぱい好きなものをセレクトしていただけますので、皆さん可愛いの選んでください。どうしよう。今先輩方に私何色似合いますかねって言ったら、ナミさんが黄色がいいって言ってたので、ちょっと黄色入ってるのとかをちょっと見てみようかなって思ってます。おー、いいですね。ゆめちゃん赤選ぶイメージないから可愛い。けど全然それ使うならどうぞ。どうしたんですか。どっちでもいい。かぶったんですか。可愛いって思ったんですか。かぶったって。でも私はこっちと悩んでるから全然こっちにしようかな。でもね、空気読みます。大人なんで。そうですね、確かに、はい、並びも大事ですから。確かに自分の意思を貫き通すのは良くない。素晴らしい。もうここもう入れてもらってテロップしっかり。直美さんはどんな感じ。直美さんはちょっとエッチな黒紫系で探してます。似合いこれとか素敵じゃない。ねえ、私さすごい優柔不断なんですよ。見てもう4つ。はい、ということでみんなの準備ができたということでですね、早速登場していただこうと思うんですが、登場の際ですね、デートの時の待ち合わせのように来ていただいて、このカメラに向かって彼氏に向ける一言を、渾身の一言をいただこうと思いますので。浴衣、今日は夏の思い出いっぱい作ろうね。はい、カット。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと足元からね、くるっと回っていただいてもよろしいですか。あれ可愛い。どうですか。ちょっとね、その浴衣のポイントとか。ポイントでもやっぱ一番年上だったので、ちょっと大人っぽい感じの浴衣を選びました。ヘアの方、おー、結構シックな。そう、かっこいいです。短冊が3つぐらい刺さってます。しっかり同じの見えるアップスタイルで、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。かわいい。お待たせ。待った。でも可愛くしてきたから許してください。緑と青と、ちょっとくるっと回っていただいて。でも丸ピっぽい。本当ですか。嬉しい。なんかみんなに結構黄色のイメージがあるって言ってもらったので、黄色を入れたのと、今日は存分にこの髪の長さを見せれるかなと思ってアップヘアにしました。ひまわりとか全部色が合ってていい。はい、ありがとうございます。港デートしたい。港デートしたい。普段アイドルの時青色担当なので青が多いんですけど、珍しく黄色にしてみました。おどうですか。くるっと一周回っていただいてもいいですか。あ、帯は緑なんですね。はい、普段がお姉さんな感じなので、今日はちょっと
お姉さんを脱却しようと思って爽やかに決めてみました。ちょっと可愛らしいっていうことですね。はい、ベロになるまで飲もうね。ギャップがすごくない？この見た目でさ、それを言うっていう。もうちょっと今日はそれがテーマです。逆に、はい、一周回っていただいて。おー、結構ピンクで、ね、可愛らしい感じだと思いきや、テーマそうですね。今日はベロベロに酔っ払う納涼船デートです。あとこれはメンバーカラーの、ミニのメンバーカラーの赤色入れました。お待たせしました。待ちました。今日だけは愛人じゃなくて私のこと彼女だと思ってください。なんか鳥肌が立った。約束ですよ。ありがとうございます。おー、色っぽいですね。妖艶ですね、すごく色っぽくてしっかりバランスがいい。結構しっかりうなじが見えるアップスタイルですね。はい、あー、もう後ろからわあ、どこ見てたの？ごめん、お待たせ。どうですか？かわいい？こんなにかわいい彼女一番近くで見れてよかったね。ありがとね。声ありがとね、本当に。すごいブルーで爽やかですね。ですね。青好きなんで青系にしたいなと思って、今日、まあ、ネイルもね青なんでちょっと意識して。入れるピアスがめちゃめちゃいいですね。あ、これはめっちゃ狙いました。こういうのなんか男の人好きって聞いた。おはい、それでは01美女6名の浴衣姿です。こちらどうぞ。あら、かわいい。素晴らしいですね。この夜に乾杯！全員酒です、これ。一つだけ頼みたいことが、この納涼船の中で映え写真を撮ってきていただきたいなと思っております。なるほど。映えね。どこで撮るのか、どういうステーションで撮るのか、皆さんにお任せします。なるほど。え、のぞみさんどこでどうやって撮るんですか？もう暗いので顔をレフ板にして。わ、すごいな。そんな技術を持っていらっしゃるのね。いや、プロですね、やっぱり。おー、すごい。進行を本番に決まりました。待って、めちゃめちゃ近いですよ。あ、最高。え、じゃあ、飲み放題みたいなもんだっけ？飲み放題みたいな。すぐこれ、ね、めっちゃ揚げ物食べたいんだけど。食べたー。唐揚げ食べたい。え、でも絶対揚げたい。あると思う。2杯目乾杯。開始5分で1杯飲み終わりました。怖いです。あー、美味しい。動いてません？動いてませんか？動いてない。動いてない。え、動いてません？動いてないよ。動いてない。え、ほら、動いてるよ。動いてる、動いてる。外見てる。動いてる、動いてる。動いた、動いた、動いた。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 今からスタートですね。イエーイ。イエーイ。待って、一瞬で終わっちゃう。これ、やばい、マウス
むずっ。もうこのゴープロの画角もすごい映えてますね。いい感じ。いい感じですよ。おー、いいですね。乾杯。どんくらいの広さかも分かんない。何も分かってない。どんだけ広いのかも。でも焼きたてメニュー風のさ、あーなんか夏のプールって感じ。あ、なるほどなるほど。島味噌煮込み、島セット、島取り焼きそば、青かな唐揚げ、アスカバ、明日は天ぷら、島のりピザ、島寿司。え、この島？島って何ですか？なんかこの島のりとか。島は大島になります。大島。大島の島。大島の島。地名ですか？なんか大島っていう島があって、伊豆大島っていうところ。ああ、聞いたことある。焼きそば。島、島のりって書いてる。焼きそば。え、めっちゃ美味しそう。島のり。わ、何？めっちゃ美味しそう。やばいやばい。ピザ。え、こっち何が入ってるんですか？青から唐揚げ。あー、何？唐揚げです。唐揚げ、青から唐揚げです。はい。もう人数分ありますので。嬉しい。レモンサワー。ありがとうございます。ゲットしました。3杯目に乾杯。よいしょよいしょ。多分まだ30分経ってないっすね。早いっす。怖い、めっちゃ早いっす。唐揚げとともに映えれない、映えれない。お借りしました。はい、マルビさんの1枚こちらです。ドーン。あー、かわいい。なんか誰か音がいない横に。誰がいない。ここに男いるんだよ。でもオタク的には男がいる影見せられたくないっすよ。わかります、わかります。めちゃくちゃかわいいけど、かわいい。かわいい。ポイントをマルビさんにお願いします。そうですね、今回のその納涼船のテーマが私は彼氏と来たっていう体でやらせてもらったので、ちょっとあの吉田さんに、なるほど、吉田アポをお借りしたのね。そうですね、アポを取らせていただいて、はいはい、あのやっちゃったりして。なんで吉田さん、この後吉田さんに確かに2人でこそこそ喋ってんなって。エロいな。はい、それでは次トウミさんの写真お願いします。はい、わかりました。お、かわいい。かわいい、かわいいです。めちゃくちゃかわいい。かわいい。めっちゃかわいい。まだちょっと明るい。かわいい。これはまあしょうがない。かわいい。これ結構明るい時に撮られてますね。はい、早いうちに行けみたいな。いつも早いうちに行けみたいな感じで。でもいいね、めっちゃ。絶対に酒を飲むぞと思ってこの服を着た。逆にね。あざといな。はい、それでは港美穂さん。なんで笑うんですか？これは新しい。新しい。新しいって何？これはでもある意味映えなのかもしれないですね。逆にね。逆にね。いい。可愛い。優勝。めっちゃ怖い。怖い。これは優勝。まあ確かに確かに、あのバレとは言いましたけれども、なんか可愛い写真を撮ってくださいとはこちらも何も言ってないので。映えしか言わない。映えですから。確かに私あのホラーがすごく好きなので、うん、ホラーに特化した一枚を撮りたいなって。特化あで、あのやっぱ後ろに長谷川さんという小道具。こんなでかいのに。あ、今
今マネージャーさんのこと小道具って言うんですけど、そして私がこう両手をこう下ろしてるのに、写真を自撮りするという小道具。危ない、トミ様です。私が何にも当てる小道具全てを用意していただき、完璧な一枚目です。これ完璧、これ完璧です。なるほどね。はい、それではお次、まぜまなおみさんの番でございます。どうぞ、こちらです。おー、これすごい。え、なんだ、あざとくない？え、そんなあざといと？色っぽい。チークでました？え、チークチークこれでいいですか？絶対ここでチーク、ここでチーク出してるわ。出してないです、出してないです。めちゃくちゃあざとい。絶対チークの格好してます。チークの格好してます。自撮りって言われてないやったんですか？私が頑張って両手両手下ろして、確かに。その自撮りかどうかに関しては、私は自撮り棒を今日持ってきていただいて、そうかそうか、で、その自撮り棒を持っていただいて、自撮りじゃないから、自撮りじゃないから。そしたらで、タイマーでポンって押してこう入ったので一応自撮りです。はい、それではお次、林ゆめさんです。おお、写真見る前に1個だけテーマ言っていいですか？私今日結構なんか大人っぽい感じで、あの衣装とか髪の毛やってるんで、はい、あの肉食女子をテーマに。おー、じゃあ林芽さんのお写真でございます。おー、何が、すごい、何が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 、手で持っちゃったり、唐揚げ手とかもあんまない、なかなかないし、しかも肉、確かに肉食です、これ唐揚げ食だ、肉食だ。すごい、でもかき揚げ夢さん好きって私気づいちゃった。確かに私のお父さんオールバックなんで、ちょっと良さそう。ちょっと良さそう、情報いただいた、意識してね。はい、意識。ということで、最後、大鳥の、大鳥の大月なすこさんでございます。なすこさんだ。はい、お、あ、でもこれはもう王道ですね。あー、もうシンプル。あー、もう、あー、はい、一番モテる、一番コムでモテる、農業性の中で一番いい。そうですね。じゃあポイントの方はね、なすこさんから。まず私が写ってれば全部映えるので、とりあえずカメラ目線の自撮りをたくさんした中で、私の顔が一番可愛くって、かつ後ろの背景、実はフジテレビがライトアップされてますね。すごい、お仕事遅くまでお疲れ様ですっていうフジテレビの社員さんたちの光を感じるんですが、それのこの綺麗さを映しつつ、かつ私といえばお酒だろうということで、お酒を片手に持ってるっていう、もうザ・私みたいな。しかもなんか左のスペースにもう広告入れられそうですよね。確かに文字入るよね。もう文字を入れるだけでしっかりと。なんじゃない、ここにね、なんて入れるんですか？なんか、なしこさん、始めよう、なしこさん、Facebook とか言って。レベル高すぎ。夏はお酒で乾杯しようで。あー、かわいい。はい、ということで、一番映え写真を撮った方を決めていただきたいと思いますので、せーの、ゆめさん、ゆめさん、はい、とみさん、なしこだそう、なしこさん、はい、ゆめさん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 、ゆめちゃん。あ、ということで今回優勝は林ゆめちゃん。ありがとうございます。これからも肉食でいきたいと思います。めっちゃ良かったです。以上、ゼロイチ浴衣納涼船ツアーでした。